マシマシチンパンジーということでね、やってまいりましたけども、マシマシとかですね、ある業界では何かを加えたり足したりするときにね、使われている単語です。今日のマシマシはこちら、朝の餌のリズムマシマシということでね、チンパンジーを朝運動場に出すとき、餌の種類や切り方、置き方、配置なんかをね、変えて、チンパンジーの気持ちを動かしていこうというシリーズなんですね。今日は8パターン目ですね。落ち葉をね、前回全体に敷いたので全て細かく全体に巻こうと思いましたけれども、雨が降ってきたんでね、地下1階に下ろして手渡して屋上からね、手前のところに巻くという、まあ臨機応変にですね、その日その日で、出し方を変えていければなと思います。まあ雨の日シフトということでね、ちょっと気をつけて、出してみましたね。どうぞ。はい、このようにですね、手渡しする用が一番右のところですかね、右のバケツ、ちょっと縦長に切ってあったりしてね、全体的に野菜中心になってます。あとポカリなんかもあってね、あと牧草ですねもありますね。はい、こうやってまあ朝、まあ地下にまずはこうやってですね下ろすという流れが、しっかりできるというのが大事ですね。こうやって奥の方を今見に行きましたけどもね、奥の方にあっこさんとかがいて、右側のね、部屋の下には龍力中がいたりしてですね、まあ今渡してるあたりは、あれが龍がいつもですね今いるあたりで、トマトなんかねあげて、これ多分今龍が食べてるところでしょうね、場所的にはね。そして上のシュートアッコさんなんかも、あれチャーリーが今ドスンと座りましたね、シュートのところチャーリーが座りましたね。もう一度竜のところ、あれトマトでしょうね。そしてチビちゃん、あの近くであげるとちょっと竜が多いって言いそうですけどもね、まあ、上はチャーリーを、チャーリーじゃなくてこれは、力あたりでしょうかね、これチャーリーですかね。これももう一回チャーリーですね。ナスあげましたね。こっちカズミさんぐらいがあの辺にいると思いますね。こっちがリキとかですかね。手前、さらに手前ですね。まあこれがリキぐらいかな。アッコさんぐらいでしょうかね。アッコさんはシュートの向かって奥にいつも陣取ったりしてますけど、今あげてるのがおそらく竜かなってところですね。これ竜のところに絡む声がてててててやってきてる感じでしょうかね。まあまあこうやって、まあ、地下1階にね、ちょっと雨だから変更してスッと下に下ろすという流れがね、その場でチンパンジーたちもついてきてくれるっていう流れをね、いつも作っておくのがねいいなと思いますね。まあだからいつもね、いろんな出し方ルートをね、使っているっていうのはね、こういう時に生きてくるかなとも思いますね。ちょっと雨止みましたね、これね。さっきまで降ってた感じでしたけどもね、まあそれで止んだからちょっと上から巻くという流れでね、上から巻くのから和美さんも大きな中取ってますね。上から巻くっていうのはこうやってね、ちょっともうこぼしながらも超えちゃう、こうやって同時にいろんなところに巻けるんでね、ちょっとみんな取りたい強いのだけがね、ガッと独り占めしないっていうのように巻き方次第でもね巻けますし、上からは結構ね、なかなかいろいろ配置をしやすいですね。はい、こちら小枝ちゃんが大きなペットボトルを持ちつつ、まあ、こっちもね、落ち葉引かれましたんで、だいぶ、探してねというふうに巻いても、あとはね広いエリアで探してもらえるようにはなりましたね。外周一周これで全部引いたことになりましたね。いいですね。カランちゃん、コイちゃんもポカリのペットボトルを取って、こちらアッコさんもごぼうなんかをゆっくりと食べれるっていうのでね、こちらは竜でしょうか、こちらは力でしたね。力もペットボトルを取れてっていうところですね。まあ、こうやって上から巻くっていうのはね、力も竜もチャーリーも、カランコイもみんなねうまいことおのおのの場所に応じてあげれるんで、それもいいですね。チャーリーですね。こちらコエちゃんでしょうか、大根を持っている。そして上がコエちゃんでしょうかね。
はい、力もペットボトルで薄まったポカリやちょっと温めたやつをね飲んでいるということで、この辺食材が増えてきていいですね。こちら龍が大根をかじってるんでしょうか、そんな近くにもアッコさんもいて、やっぱ手前がこうやってですね落ち葉で覆われたんで、どこに、餌があるか遠目からは見えないんでね、そういう意味ではちょっと近くでも、ゆっくりと落ち着いて餌を食べ合えるような流れが前よりもね、落ち葉全体に引いたことで、追加された感じがしますね。はい、こちらチャーリーですね。大根ごぼうを持って食べているという感じで、はい、力もこうやってちょっと外周を探しているところはいいですね。はい、こうやってまあ全体的に引いたってことでね、こうやって近くの距離のところでも、まあ、みんな探すっていうところでね、前よりもゆっくり探すっていうところが増えたから、今ちょっと四つ葉ちゃんは数見を間違えましたけどもね、まあいいですよね。まあ、そうやってですね、まあ、ちょっと数見なんかは二足歩行になってちょっと歩きづらそうなところもありますけどね、まあ、こういったところも変化一つというところでね、まあ、こうやってみんながこんな近いところでね探せるっていうのも、まあ、落ち葉っていうところでいいですね。こういうゴソゴソ探すっていう行動もなんかいい感じですね。いいですね。結構2、30センチ深めにやってるんでね、そういう意味では中にもどんぐりとか入ってるんでいいですね。はい、まあ、アッコさんがこうやってゆっくり食べてる横で、今のチャーリーでしょうかね、リキ、リュウもいるっていうのもね、なかなか、いいですね。まあ落ち葉効果っていうのもなんかちょっと見える感じがしますね。こうやってゆっくりと近くでも探しきれるっていうのではね、なんか一つ新しい発見だったかなとも思いますし、まあちょっとね、こうやって中のどんぐりかなんかを今見つけて食べてる声ちゃんでしょうかね、まあ、そういうのもいいですよね。はい、どうだったでしょうかね。まあ雨がちょっと上がったんでね、上から巻いてみたりとか、まあ落ち葉全体に引いたんで細かめに巻いてみたりとかですね、まあそういう意味では、とっても、落ち葉効果が出てきてるかなというのでね、だいぶ、まあ、引き続き落ち葉でなんかもうちょっと動かせたらなとも思いますね。はい、気持ちをね動かす、やり方いろいろ考えながらやっていきたいと思います。マシマシは続きます。今日はこの辺りで、さよなら。